どこに行ったらいいのか分からへんっていう場所の問題があると思うんだけど、基本的にみんなこう3対3、今からやるけど3対3やと思ったら、大体例えばこうパス出してこう、この人も一緒やな、縦切れるか寄っていくか、この場合やったらピックアンドロールスクリーン入ってもよしやし、別に入らんとそのままこっち行ってもいいわけ、こっち行ってもいいし、でアウェーもこうスクリーンしてもいいし、こっちに切れていってもいいの。この行き先の場所がみんなはっきり分かってないから どうしたらええのやろって悩んでるだけで、帰ってくるのもありやん。このままこう行って、例えばこの人がこっち側にこう切れていった、切れていったとしたら、またこのままこっち帰ってくるのもありやん。だからどの場所に行ったらいいねっていうのを整理すると、こういう言い方したら分かりにくい。小林どこ行ってもええねんねんねん、えってなるやん。ただ普通に3対3で考えたらこの辺と45度とこの辺ぐらいと思ってます。じゃなくてここに行ってもええわけやん。でここに行ってもええわけやん。外だけで言うとな、わかる。最初ここから始めるって便宜上やってるけど、別にほんまはこういう場合あるやん、試合中コーナーとならちょっと広く開けよう。なら最初ここから始めるって言ってても、ここで何とかもらおうじゃなくて、スーッと最初の時からこっちに移動したらいい。この離れるで開けといて、例えばこっち飛び込んでいってもいいし、ここ上がってきてもいいし。でちょうど言おうと思ってたからええ質問やってんけど、大体これで考えるやん。じゃなくてこの間もあんねんでって、これ通外の時やったらこことここに立つやろ。ほんで別にあと変な話、ここにおってもいいし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 、ここ邪魔になっていれたらここスクリーンにしてやって、スクリーンにしてやってビュンってこっちに入れてもいいし、このままこっちに入れてもいいし。ワンガードの時は2、3、4、5箇所みたいな感じやけど、ツーガードこういう風な感じでもいいわけ。戦国がおもろいな、やってておもろいなと思ったのは、ガードはこう折って、で、フォワードはこう折って、フォワードはこう折って、で、まあセンターの方ではこう折って、で、ここにガス出えへんねんな。出えへんから、例えばこうスクリーン使うねんけど、ドリブルでずれた時に、ここでこうセンター上がる。でセンターとツーガードにしてから、あとさあどうやってスクリーン使いましょうっていう感じで攻めたりしてるんで、戦力をだからある程度何年かもうずっと勝っていってるから、自分らより格上の相手だから、今日聞かんもんやけど、大きい相手になった時に桜の宮とかやる時に、深夜とか外へ出て中継でポップアウトせえ、もうあれでないと語れへんこと分かってるから、それが自然にセンターのやつとツーガードになるようになる。大きいやつおるやん、学院も金付きも95とか、どう中でやっても無理やから、もうそう引っ張り出しといてスクリーンを使って中へちっちゃいやつが飛び込んで点取るとか、スリーを狙っていくとかっていうことをやってんねんけど、それと一緒でみんなも3-3やるんやったら、こことこことここだけっていう硬い頭じゃなくて、コーナーぐらいはなんとなく分かるかな。これセンターがおってもどこ行ってもいいけど、でもこの間の辺とかにミートしたってもいいよと、極端な話ここでもいいよと。こんなんやったらありありちゃう、こうおってこうおって逆にここにおったら、もしくはこの辺でここにおったやつがキュッてフワウトしてきてパス入れて 2-2 やったり、でいろんなことが場所の中で考えれるから、その応用はディフェンスの付き方を見てやったらいいっていうこと、理論的に言うと。分かった。今は難しいとは思うねんけど、とりあえずどうしようかな今日は。じゃあここからやってみようか。コーナーとガードのところから入ってこうミートしてもいいし、こういってもいいし、こっちとこっちが変わってもいいし、まあ、自由に3-3やろうかな。インサイドのアウトサイド関係なく、でその後
センターもう一人入れたらどうなるっていうんでセンターここにもう行ったり、同じことやけど4人で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あとまあセンターやからローローハイとかあるけど、まあ4人でやったらどうなるかっていうのを練習したりとゲームやる。もう他ないっすもん、これ全く関係ない話だけど、